はい、今回新型プリウスで夜間の大雨時に街中走行ですねしてみたいと思います。で、主にオートマチックハイビームの方チェックしてみようと思います。天気予報では小雨っていう情報だったんですけどね、台風並みの大雨なんですけど、まあゆっくり走りながらオートマチックハイビームの方をチェックしていって、しかも雷が鳴ってますからね。んで一時停止、で今オートマチックハイビームの方起動している状態なんですけど、ロービームですね。なかなかハイビームにならないですね。今ハイビームになりましたね。で今ローに切り替わって、まあこれに反応したのか、でまたハイビームになって、確かこの新型プリウス、他のトヨタの新型車だとアダプティブハイビームの方を搭載してるんですけどね、この新型プリウスに関してはオートマチックハイビームのみで、アダプティブハイビームの方は搭載してないみたいで、前方下側の視界性がかなり悪いですね。まあ天井もかなり低くて髪の毛当たってますからね。宝石に関してはもう背筋を伸ばして座れないですからね。本当に車体感覚がつかみにくいんですよね。ハリアーとかそういったミドルクラスの SUV を運転しているより、この新型プリウスの方が運転しにくいように思いますね。バイビーム式の LED ヘッドライトで照射範囲もそうですけど、そういった部分では不満点はないんですけどね。でちょっと雨も弱まってきて、手動でハイビームだとこんな感じですね。ハイロー、ハイロで左折で停止。まあ、夜間の大雨時でも標識認識のロードサインアシストの方ですね、きちんと機能しています。まあこのステアリングスイッチ関係もカローラツーリングとかのステアリングスイッチの配置場所と比べた場合、かなり使い勝手が悪いですね。把握がしにくいんですよね。パッと目線を移さない限り、手触りで配置場所が分かりにくくて、まあ、ロノイズが小さくて遮音性とか静粛性もいいと思ってたんですけど、映像で確認したら結構ロードノイズが大きくて、あとルーフに打ち付ける雨の音も他の車種と比べたらですね小さめで、まあそれも映像で確認してみたらうるさく感じるかもしれないですけどね。
ハイビームですね、まあ、そういった遮音性とか静粛性は優秀ですね。やっぱり気になるのはそういった視界性と乗降性能がめちゃくちゃ悪いってことですね。カローラセダンとかツーリングより乗降性能が悪いですからね。後席だけじゃなくてフロントシートへの乗降性能乗りよりもしにくくて、雨は止んできたんですけどね、こういった路面が濡れてる状態だとセンターラインとか消えかかってる道なんで、で今ハイビームになりましたね。街灯アウトコーでもローに切り替わったり、そのままハイビームで走行したりと、オートマチックハイビームに関してはそこまで性能は良くなっているようには感じないですね。結構頻繁にハイビーム、ロービーム切り替わって、路面が濡れている状況だと余計ロードノイズが入ってくるかもしれないですけどね。で、コーナリング時もロールはそこまで気にならなくて、まあキビキビ走るかっていうとそうではないんですけどね、まあ、ボディサイズとか考えたらコーナリング性能も良くて、直進性能とか先代と比べたら改善向上していて、で対向車が来たんでロービームに切り替わって、対向車が過ぎるとハイビームになりましたね。で対向車が来たんでロービームに切り替わって、対向車が過ぎるとハイビームになりましたね。信号機とかだとそんなハイビームですね。位もいいですし、あと加速力もポニーイッターに関しては良かったですね。レスポンスもフィーディングもスムーズで、視界性が良くないのはまあこの前後を考えたら仕方ないですけどね。リアウィンドウに関してはかなり傾斜が鋭いんで、ドアミラーとバックモニターを確認してですね、まあ、駐車時とか目視では確認しても分かりにくいですからね。サイドガラスも横幅は広いんですけどね、縦幅が短くて、はい、今回新型プリウスで街中でオートマチックハイビームの方を使ってみたでした。